ご紹介ありがとうございます。遺伝学研究所の川本と申します。本当に今日は桜の一番いい日に、しかも外があんなに気持ちいいのにここにお集まりいただいて本当に申し訳ないです。ありがとうございます。できるかだけ、コンパクトに話をまとめて、もう終わったら12時ですし、その前に早くお弁当を食べれるようにしたいと思います。今日は本当にお運びありがとうございました。それでは話を始めさせていただきたいと思います。で、私のタイトルですが、生き物の情報をどう伝えるかということで、今日は多少皆さんと一緒に考えながらやるところを何箇所か作りましたので、もしかしたらちょっと皆さんに当てるかもしれませんけど、そんな難しいあれはないので、どうかご協力よろしくお願いいたします。で、ちょっと最初にこの一緒に生き物の情報について考える、いきなりこれするとちょっとなんかあれなので、少し私の自己紹介を兼ねたというかな、ちょっと後で伝わると思うんですけれども、静岡っていうか三島への感謝の気持ちをちょっと伝えたいと思います。マイク大丈夫ですか？大丈夫で、私実はさっきご紹介いただいたように、遺伝系の歴史は古いんですけど、私のここでの歴史は非常に浅くて、2年前に大阪から三島に来たところなんです。で、遺伝研に来るまでは、前はっていうと、三島と静岡って言いますと、ごめんなさい。いつもこうやって望みでも一瞬にして通り過ぎてしまっていたっていうことで、大体は東京と大阪しか知らずに、これまで過ごしてきてしまっていました。静岡は残念ながら通り過ぎてて、あんまり友達もいなかったんですね。遺伝研には確かに仕事で数回来たことはあったんですけれども、もう忙しく来て忙しく帰るっていうとこで、あんまりよく知らない県の一つだったんです。で、大阪と言いますと、有名なのは通天閣なんですね。で、これは場所によってどこでも見えるっていうものじゃないんですけれども、こっちに来てみますと、とにかく毎日世界遺産、富士山が、見えるということで、もうこれ完全に、負けましたっていう感じでした。で、じゃあ大阪といえば他に誇るものあるかなと思って考えて、そういえば大阪城があるやないと思って、大阪城すごく割と、なんていうんですか、石積みも残ってて、いろんなところが残ってるんですけれども、でもそう言ったら、静岡といえば、徳川家康、そうだ、大昔に負けてましたということで、これもなんかこちらのその伝統がすごいなと思っていたところです。で、また大阪と言いますと、何皆さん思い浮かべますかね。USJ とか、あとお笑いとかですかね。で、私の場合は食べることが大好きなので、大阪といえばやっぱりお好み焼きとかたこ焼き、あと串カツもありますかね。すごく美味しいです。粉も美味しいです。なんですけれども、静岡に来てみますと、こういう高級食材があったり、しかも美味しいですよね、三島のやつは。ちょっと高いんで、まだ1回2回しか食べたことないんですけれども、他にもこういう山海の珍味があったり、野菜って言ったらもうスーパーで見かける野菜って、
もうほとんど静岡県産なんですよね。でもうびっくりしてまして、まあ、山海の恵みいっぱい、しかもあの静岡県産ばっかりということで、あの本当にすごい県だなって感じています。あの大阪なんかに行くと、もうあのスーパーに売られてるものって全部他府県産じゃないですか。なんですごくそういうの新鮮でした。でちょっと調べてみたら本当すごくて、これあの富士の国静岡県ホームページっていうのがあるんで、あんまり地元の方見ないかもしれないんですけれども、もうたくさん、これあのほんの一部の抜粋なんですけれども、みかん、グレープフルーツ、生しいたけ、まあお茶は当然ですね、もう新幹線で通ったらもう茶畑がずっとですもんね。あとまあこういう魚介類、あと B1 グランプリ受賞回数日本一っていうのもありました。でということで、まあ、あの私としてはですね、あのこの2年間に体重がプラス1キロ、あの、まあ、全体の 10% ぐらいが静岡県産になってしまったというこの2年間で、あの大変感謝しています。で、まあ、これがちょっと半分自己紹介を兼ねたあのスライドになりましたけれども、それではあの今日のテーマであります生き物の情報についてちょっとあの考えていきましょう。ではですね、皆さんのよく知っているこの生き物について、まだ言わないでくださいよ。この生き物のことを見たことがない人、見たことというか、まあ全然知らない人ですね。例えば宇宙人とかにこの生き物を説明するとしたら、皆さん何を、挙げられますか。どうでしょうか。あ、そこのお母様どうでしょうか。にゃーとな子そうですね、あ、今目があったあの男の子、あ、はい、ひげが生えてる、はい、そうですね。じゃあその隣のかわいい、本当にそうなんですよ。他にもこれ言い足りないっていう人ありますか。あ、高校生の方どうですか宇宙人にですよ。今、何があった、にゃーとなくひげが生えてる、かわいい、伝わりましたかね。はい、他に、うん、体が柔らかい、いろんな特徴がありますね。本当にそうなんです。あの全く知らない人に生き物のことを説明するのって結構大変だと思いません。しかも言葉っていうか、その、まあ、テキスト情報で。で、まあ、今、おっしゃっていただいたやつ、まあ、名前は猫ですよ。4つ足で歩きますね。目と耳と尻尾があります。体重は5キロぐらい。毛が生えていて、これ、でも全部の猫には、当てはまらないかもしれないんですけど、色は黒や白、茶色や三毛。ネズミを取る、じゃあネズミって何なのって宇宙人になると思いますけど、あ、さっきやったにゃーっと鳴く、シャーッと威嚇する、またたびが好き、あ、ヒゲがある、だいたい出ましたね。で、性格かわいいって言ったけど、あのツンデレっていうか、あのツンデレってわかりますかね、あの、かわいい時もあれば懐かない、あの気ままな時もあると思うんですね。で、まあこんだけ上げてみたんですけれども、さて宇宙人にこの猫の、あ、猫という生き物の本質が伝わるでしょうか。なかなかこれはうまく伝わらないにゃーというところかなということかと思っています。で、どうしてこういう話から始めたかというと、あの私の遺伝研での仕事、生物遺伝資源センターバイオリソース情報部門っていうところで、たくさんの生物の情報を集めているからなんですね。で、そのたくさんの生物の情報を本当は今日来ていただいた皆さんに、うまく説明できればいいんですけれども、それがなかなかそう、こういう感じで難しいんですね。で、今、
先ほど私の部門で集めている部門は全部で655万件あって、大多数は DNA という遺伝子の配列情報ですね、 AGCT っていうのを聞かれたことはあると思うんですけれども、そういう配列情報がほとんどなんですけれども、まあ、生きているものそのものは25万個ぐらいの情報が集まっています。で、この情報の内訳はざっとこんな風になってて、意外とこう微生物が多いんですね。微生物って本当に世の中で数が多くて、まだまだこんなの、世の中の微生物の一部だと思うんですけども、微生物、また植物で、この植物も、研究の場合は一部の植物しか集まらない、扱わないと思うんですけども、それでもかなりの数が、あります。で、動物についても、26% あって、あとちょっと細胞というジャンルがあるんですけども、そういった情報を集めています。で、まあ、25万の生き物のことを、説明するんですけども、三島市の人口調べたら11万人だったんですね。で、11万人の一人一人のことを、いや、それこれ考えたらすごいなと思うんですけど、例えば市役所だったり行政って案外は割と把握してますよね、皆さんのこと、いろんなことね。だからやっぱり日本のそういう行政はすごいなと改めて思ったんですけど、まあ、この25万の情報について、いろいろ集めているわけです。で、遺伝研にはこのいろんな生物を、保存して、時には増やしたり時には研究者に配ったりっていう、事業をやっています。それが生物遺伝資源センターという、ここを出られてよ、向こう側の、休憩スペースがある前の建物なんですけれども、そこを中心にやっていて、1998年に始まった、センターです。で、そこでは二木センター長をもとに、二木先生は酵母や大腸菌や枯草菌、あと、稲の研究室、マウスの研究室、あとゼブラフィッシュの研究室、そして症状バエですね、これは研究でよく使いますけれども、あとこれはヒドラですね。で、それ以外に私が担当している情報部門、線虫や細胞といったものもあります。で、こういうところでは実験っていうと実験室の中でやるっていうイメージがあると思うんですけれども、例えば稲ですと、こんな感じで田んぼを持っていて、野生稲の、保存や種の配布、これは研究者向けですけれどもをやっていたり、まあ、そういうものを自分たちで保存していく中で研究にも使うっていうようなことをやっています。また動物の方ですね、ゼブラフィッシュや症状バエ、あと微生物の方などはこんな感じで、これ全てその時実験に使っているっていうものではなくて、大事なリソースとして保管をして、ずっとこう何て言うんですかね、守り続けていってるような、施設になっています。で、こういう実際に生き物をちゃんと守っていくところに加えて、遺伝研にはこういったスーパーコンピューターですとか、あと配列ゲノム解析を高速に行う部門、そして、配列や情報を扱うような、特殊なセンターがいくつもあります。今日はご覧にいただく中でこれ全て回っていただけると思いますので、そちらに行ってください。で、こういう貴重な生物を保存する、そして研究に使うっていうプロジェクトは、実は国が責任を持って行っています。ですので、ナショナルっていうついたバイオリソースプロジェクトがありまして、これが全国にいろんな種類の生物を扱っています。今全体では30件ぐらいあるんですけれども、
私の担当としてはこの全ての生物の情報、さっき言ったそのこの生き物はどういう生き物だっていうのを集めて、そして検索できるようにしたり、研究に使えるようにしたりするのが仕事になっています。で、生物遺伝子で、生物遺伝子源センターっていうのは、バイオリソースプロジェクト、生物はバイオですね。で、資源がリソースなんですけれども、この仕事が、かっこよく言うと、生物の歴史を守って科学研究を支える仕事になってるんですね。で、なんで歴史って書いたかっていうと、生物の歴史っていうのは、昔、太古の昔、細胞が、原始的な細胞が、ゲノム、DNA、遺伝子を持って生まれた時からずっとつながってるんですね。なので、いろんな生物を守るっていうのは、突き詰めれば生物の太古からの歴史をずっと守ってるんだっていうような意味にもなります。で、ちょっと堅苦しい話ですけれども、じゃあなんでそういったものが必要か。例えば野生種と呼ばれるものですね。これ今皆さんもずっと長年三島に住まれた方はどんどんこう家ができたり、工場ができたりして、昔野原やったようなところがどんどんなくなっていってますよね。そういうところにあった生物ってもう二度と戻らないものもたくさんあるんですね。ですから野生の生物であっても何らかの形で保存しておいて、将来何かの役に立つんじゃないか。そもそも生物っていうのは多様なものがいっぱいいろんな環境にいて、私たち人間もそこに住んでるっていうことで、野生種の研究っていうのはすごく研究並びに守るっていうことは大変重要です。あともう一つバイオリソースが扱っているのはモデル生物。これは生物が多様性がある中でこれを研究に使いましょう、これは研究に使いやすいように、みんなで、工夫をしましょうという形で作った、モデル代表選手みたいなのがあるんですけど、あるんです。でこれがショウジョウバエやゼブラフィッシュ、マウスだと思うんですけども、こういうのは普遍的な生命現象の解明に、そして最後の情報はそういったものを理解し研究を支える基礎となります。ではさっき言った655万件、25万の生物の情報はどのように記載されているかっていうのをちょっと一例を示しします。これは野生稲の、私たちというか通称の中では W1413 で通じるんですけれども、これに関する情報はこういったものになります。名前は、オリザ・ロンジスタン・ミナータ、これには旧姓があったりするんですね。これは面白い。これは日本人も結婚して姓が変わったりしますけれども、学名にもこういうふうに名前が変わったりすることがあります。もともとこれが採取されたのはシエラレオネで、入手したのは1964年、ゲノムは AA 型で、薬長は 6.44mm、ふさきの色はグリーン、維持方法は栄養繁殖、種子の在庫は100個以下、こういうふうに書いてあるんですけれども、これでなかなかこの宇宙人にこの稲のこと分かれって言ってもなかなか分からないと思うんですね。やっぱりちょっとこれはまだまだ情報が足りてないんじゃないかなっていうふうに感じています。ただ、こっちを見ていただくと、写真を見ていただくとなんとなく ああいうこう、端子葉性のよく伸びる、植物なんだなっていうふうに分かりますね。ちょっとこれね、これだけ話すだけでも結構長くなるんですけど、今日はちょっとぐっと我慢してやめときます。じゃあもう一つおなじみの蚕です。これは C11 番っていう蚕です。でこれは
分類形質が眉色です。でその主要形質は C っていうことになっています。でここの説明に書かれているのはもういきなりこういうなんか呪文みたいなものです。 P3YAMI 眉の方は SRC、これは専門家が見たら分かるんですけれども、この眉の色黄色いですよね。この黄色くなっているのがどういう遺伝的な変化でこうなったかっていうのが記載されているんですね。でこれは蚕の場合は日本と中国がほとんどですので、原産は、満州の黄眉、1925年非常に貴重なもの。これは九州大学の方でずっと眉ってずっと飼い続けないと維持できないので、こういう貴重な眉はずっと飼い続けるということをしています。で他のこれ の情報としては、例えば幼虫の期間が454時間ありますよとか、飼育もいつもその桑の葉を1年中桑の葉食べさせるの大変なので、人工飼料が食べれますかっていう、こういう情報がついてますね。でもまあこれだけもらってもなかなかこの蚕の本質はわからないっていうことです。じゃあちょっと次はクイズ。さて、これ学名はルポモエアニル。学名だけでこれがわかる人いますか？いない。当然です。じゃあ次の表現形を見てください。黄色、セミ、葉、濃い、栗皮茶、丸咲、大輪、かっこ團十郎とあります。さあ、何かわかる方いますか、これ。なんとなく。あ、わかる。その通りです。これの、正解は朝顔で、朝顔の場合は表現形をこれ朝顔の育種って日本でだけやってたので、実はこれあんまり英語世界共通の科学的な表現方法はあんまりなくて、こういう形の割と江戸から通じたような古い書き方をしてるんですね。これはもうなかなか宇宙人どころかアメリカ人に説明するのも大変だっていうようなパターンです。これもやっぱり今大事なのはこれのこういう形質がどの遺伝子から来てるかっていうことが大事ですね。じゃあこれはどうですかね。これはちょっと2段階的ぐらいに学名はシアノこれはファイどう読みますかね。シアノフィケアすいません、ちょっと私もでも採取地は温泉です。生息環境は60度、細胞のサイズが6マイクロメートル。さあどんなものでしょう。これはそうかって、いや実際にあんまり見ないとは思うんですけど、聞いたことがあるかもしれないんですけども、これは卵巣っていうものですね。シアノバクテリアって言って、いろいろその光合成をしたり、あとこういうふうに非常に温度の高いところで住んだりするっていうのが、特徴のものです。これもやっぱなかなかこれだけでは私これ別にすごく意地悪して情報を絞って出してるんじゃなくて、このリソースについてる情報といっても、写真があれば別ですけども、案外少ないよっていう。だけど専門家の間では、学名見ただけでとかいうので分かっちゃうんですね。だけど、これだけだと、なかなかちょっと後で話すんですけど、いろんなことに使えないっていう問題があります。で、今見させていただきました、今見ていただきましたように、一般的な説明っていうのは、学名があって、いろんな由来採取地ですとかどうやって作った、あと表現形ですね、色や形大きさ、
その特徴、これも重要なんですけどね。で、その色や形、大きさはどこから来てるのかっていうのを、遺伝子で今は、特定しようというふうに盛んに行われています。それだけではなくて、生物ですので、使用や培養の方法も大事ですし、じゃあそこにそれがあっても全然科学は進まないので、それを使っていろんな解明をしている論文がたくさん出てるんで、これを使って書いた論文はこれですよっていうことが大事なんですね。で、なんですけど、まあここまで見ていただいたように、本当にリソース情報というのは生物ごとに違ってて、しかも何十万件ってあってバラバラなんですね。で、情報を有効活用する必要があるんですけれども、一つのやり方として、じゃあバラバラの情報を統合しましょうという方法があります。今は収集したところで実は止まっていて、今ちょっとその先をやっているところかなと思うんですけれども、標準化ですね。これはどの生物でも、例えば、色についてはこう呼びましょう、背の高さについては、植物の背の高さについてはこう呼びましょう、こういう形についてはこういうふうに呼びましょうみたいな、いろんな共通して呼ぶような言葉に変えていこうっていう努力がされています。で、それが行われたら、じゃあこっちのこれ、こっちで黄色って呼んでたのが、こっちが、まあ、別の色、違う、昔の、江戸の頃の色の名前ついてたとしても、同じようにしたら、統合できて両方が一遍に検索できるっていうようになることがあります。そういうことができるようになると、例えばハエで研究されていたことが実は人間の病気の解明につながったとか、さっき出た温泉藻類の遺伝子研究から、高耐性の植物ができるようになったとかっていうことが期待されるわけです。で、しかし、今皆さん1日テレビ最近ちょっと見ない人も多いんですけど、テレビやラジオ新聞見てると絶対この言葉出てきませんかね。人工知能 AI、これを、活用する必要があるんです、これからは。で、人工知能や AI っていうのは、これ私これに関しては別に専門家じゃないので、研究者うちで人工知能とか AI っていうと、AI ポリスがやってきて、お前に言ってるのは人工知能でも AI でもないとかっていうふうになかなか厳しく問い詰められることがあるんですけども、ざっくりしたところで、捉えていただけるとありがたいんですけども、例えば画像のデータ、行動のデータから特徴を抽出するっていうことが得意です。またあとデータですね、遺伝とか環境とかから何が起きてるのか、例えば今の私の遺伝のバックグラウンドで、毎日お酒を飲んでいっぱいおいしい静岡のもの食べたら何が起きるのかみたい、次に何が起きるのかっていうのを、予測して、それでなおかつ、じゃあ、休肝日を設けなさいとか、カロリーはこれぐらいにしなさいというような指令を出すっていうのが、人工知能じゃないかなと思います。で、一般的には、自動運転とか AI の、病気の診断とか予防医学、あとはスマート農業とかそういうものに使われてるんですけれども、人工知能的なサービスを実際に自分で使ったことある人いますか？意外と ありますね。実はちょっともしプログラミングできる人はみんな知ってるな、こういうパソコンでもちょっと人工知能みたいなことって、ググってドキュメントを探したりするとちょっとできちゃうようになるんで、私でもできちゃうようになるんですけど、それをウェブでサービスしてるのがあります。これはですね、花の名っていう、サービスで、さっき画像から特徴を抽出して何かっていうのを決めるっていうのが得意って言いましたけれども、これは千葉工業大学の人工知能ソフトウェア技術研究センターさんが
公開されてるやつで、花お花の写真を入れると何かを自動分類してくれるそうなんですね。これはあの今日、あ、昨日か、遺伝研で撮った、まあこれは人間だから見たら分かるんですけれども、機械はだってこれ見ても分かんない、本当は分かんないわけですね。でもこの機械、人工知能さんはこれを、山桜じゃないですかっていうふうに分類をしました。他にもあの桜の種類があるんですけれども、これちょっとどうかな、何、さっき見てくればよかったな、すいません、あのこれは山桜かどうか、確かめていただくには、遺伝研の敷地の、東側の方のところに咲いて、柵の横に咲いてる、結構立派に咲いてるやつでした。なので、まあ、こういう人工知能を使うと、まあ、桜って知らない人でも、あ、これは桜ですよって教えてもらえるんですね。まあ、これはあまりにちょっと、分かりやすすぎたんですけれども、じゃあちょっと別のもうちょっと身近なやつ、皆さん携帯電話で写真をいっぱい撮りますね。私は、食べたものを撮って別にインスタにあげないんですけれども、自分で満足するって、自分で撮って満足するっていうのを、たくさん撮りためています。 で私は Google を使ってるんですけれども、もうもちろんこんなの写真もあるし、花の写真もあるし、風景の写真もあるし、なんか勉強のために撮った写真もあるんですけれども、例えばですね、この Google さんすごく賢くてですね、なんとうどんとラーメンを見分けるんです。で、私はこれはあの写真アップするだけで、別にこれはうどんですとか、これはラーメンですとか、これは何々うどん屋ですみたいな情報一切つけてません。日付はありますけれども、それ以外の情報一切つけてないんですけれども、うどん、私の 何十万枚ある、アルバムをうどんって検索すると、だいたいちょっとお蕎麦混じったんです。一つお蕎麦混じってるんですけど、うどんばっかりなんですよね。で、こっちラーメンって検索したら、いや確かにラーメンばっかりになるんですよね。だからなんでこれ写真だけでわかるっておかしいんですけど、これは要は Google がこの人工知能というか学習に使った元のデータですね。世の中の人ラーメン食べたよってもうむちゃくちゃアップするじゃないですか、ウェブに。だからラーメン食べたの写真はラーメンって Google がその勉強の時に使ってですね、じゃあこうラーメンの特徴といえば、まあ丸いものに入っていて、なんかこうチャーシューみたいなのが乗ってて、色はだいたいこんなもんだっていうようなことで、うどんも多分結構あげる人多いんでしょうね。こういう丼に入ってるんだけどちょっと麺が白くて太いみたいな、まあこういうことを一定の学習データを与えてあげると自分で考えるようになっちゃうっていうのが、人工知能で、ちょっとこれあんまりにうまくいったんであれなんですけど、本当はこれをやるつもりじゃなくて、私が取ったバイオリソースのデータを人工知能でどれぐらい分類してくれてるのかなっていうのを見せたくてあれしたんですけど、まあ、桜で検索したらもうほぼ間違いなく桜は出るんですけれども、小麦、小麦でやっちゃうと、これ多分ススキですね。このシューッとなってなんかピュッピュッピュッってついてるのが小麦。これはですね、稲の写真ですね。だからこれとこれは形は似てるんだけどまだ間違うレベル。で、これは確かに小麦です。で、これも小麦で、これもしかしたら大麦かもしれません。っていう方が感じで、まあいい線いってる。これはちょっとでもまだこういう小麦の、勉強が足りないんですね。で、稲は出るかなと思ったら、ですね、米とかライスでやるとご飯ばっかり出てくるんです。で、しょうがないので、田んぼはどうかなってやったら、田んぼは確かに他の、例えば山とかそういう、緑だから出るんじゃなくて、田んぼっていうものの何かこう特徴を捉えてちゃんと、
見せてくれるっていうことをしてくれました。っていうようにバイオリソースみたいにいろんな生き物の情報をたくさん扱っていますと、まあおのずとこれからのバイオリソースに必要なことっていうのは、まあ、生物がいっぱいいるんですけれども、そこから今まではゲノムや遺伝子の情報を集めていましたね。で、表現系の情報もまあまあ集めてました。でもまだちょっと足らないっていうことですね。で、あと、まあ、環境はどうか、生息地、原産地、そういうものはあるんですけれども、実は生き物ってそこでしか生きてないんじゃなくて、よそに行った時にどういうふうなに育つか、例えばまあ、九州だったらこれぐらいはさっと伸びるものが、東北だったらこれぐらいにしかならないとか、いろんなその環境の生育の条件も違うので、そういうものももっと本当は一つの生き物についてデータを集めていかなきゃいけませんね。あと、じゃあ、動物だったらこういう刺激に対してどういう行動を起こすのか、どういう反応、こういう環境に対してはどういう反応を起こすのかっていうようなことも、まだまだ、必要なんじゃないかなというふうに思います。で、こういうことを集めることによって、人工知能がね、やっぱり全部できるというわけじゃないので、こういうものを集めて、研究者がまだまだ頑張って、さらに、まあ、他の生物での新たな知見につなげていくっていうのが、これからの、バイオリソースに必要なことかなというふうに思っています。で、最後に少しだけ、じゃあどんなふうに役立っているのっていうことについて話をさせていただきます。やっぱりこれはまあ、国、ここは国立ですし、いろんな大学でやってるので、何かこう研究を成果として、世の中に返していきたいっていうふうにみんな思ってやってるんですけれども、NBRP では、その一つ、こういう成果が出ていますよっていうのは、まあ、大学でプレスリリースはあるんですけども、それはまあ、その時や新聞に載ったらちょっと終わっちゃうので、本当は論文を見てほしいんですね。でも論文を見るって言ってもなかなかどう探したらいいのかわからないので、バイオリソースでは、バイオリソースを使ってどんな論文が出ましたかっていうのを集めています。今日紹介した稲とか、蚕とか、それ別に、見ることができますので、あとこういうふうに年々、論文が出てますよとか、よく他の論文から引用される重要な論文ですよみたいな統計もあるんですけれども、ここを見ていただくと、例えば、遺伝研の野生の稲を使ったジャーナルの論文が出ましたよとか、NBRP にはトマトもあるんですけれども、トマト、これ実はこのなんか房が一つ一つのトマトの間をこのつなぐやつが取れにくいやつなんだそうなんです。そうするとぐっと収穫しやすさが上がるっていうことで、これも、NBRP のリソースを使った成果です。で、これは、もっとベーシックな成果で、ホヤってあるじゃないですか。海にいるホヤを使った、あれも、リソースとして大切にしていて、それも、基礎研究に使ってて、こういうのがさっきのデータベース見ていただいたらわかります。で、より少し身近、人間に身近っていうことになると、こういうこともやっています。これは、2015年から始まった、エーメドのプロジェクト、エーメドっていうのは、日本の医薬関係の、研究を取りまとめているところなんですけども、日本にはこれ今もお子さんだけじゃないんですけれども、診断のつかない患者さんっていうのが実はたくさんいらっしゃって、だいたい厚労省の、試算では今の時点で3万人で、またどんどん生まれてきたり、年取ってからなる難病もありますから、あるんですけれども、そういう難病希少疾患っていうのがあります。で、これをその人のゲノムを全部調べることで、何かこう原因を取ろう、掴もうと
いろんなこうエキスパートのお医者さんが見てもなかなかその病名がつかないという病気です。で、それを実はさっきから紹介してたそのモデル動物ですね、ショウジョウバエとかゼブラフィッシュ、そういうのを使えば実はその割と迅速にその原因となる、遺伝子の変化、この変化が原因でこういう症状が出てるんじゃないかっていうのが分かるっていう、分かるんじゃないかということで、ちょっと長いんですけどモデル動物を使った希少未診断疾患の解析研究っていうのが始まりました。これは重要なことは患者さんがそのこれは研究だっていうことをちゃんと理解されて自分の検体を、提供されて、で医師が、その患者さんと連携されて、なおかつ、そのサンプルを研究者がも一緒に、研究をするっていうことで、遺伝研では、このプロジェクトに JRDMM という名前を付けましてやっています。で私なんですが実は情報のことをやっているんですが、もう一つの肩書きとして認定遺伝カウンセラーというのをやっています。ですので、患者さんのご家族のお話を聞いてこういう研究に参加されますかっていうことを説明して、もしじゃあ私の場合小児の、疾患の方の、病院にいたことがありましたのでこの子のためならっていうことで、研究に参加される親御さんがたくさんいらっしゃって、それを今の立場では、研究者モデル生物の研究者に、お伝えするっていうような立場で仕事をしています。で、今は遺伝研が代表となってこういう、ゼブラフィッシュとか症状バエ線虫細胞、酵母、こういうものこういう生物なんですが、実はこの他に全国のモデル生物研究者が今100人以上が登録をしていただいてて、みんなでそれを解明にを急いでいるっていうような状況になっています。で、まとめますと、生物今日お話ししたバイオリソースはこのようにまあ最初それを守ることが、生物の歴史を守る、地球の歴史を理解することだっていうことも申し上げましたけれども、やはり研究に不可欠な要素になります。で、今見ていただいたように、農業から環境、薬を作る、病気をなす、そういうことですね。そういう社会のさまざまな分野に貢献しているのが、モデル生物バイオリソースになります。で、私が担当しています情報というのは、そういったリソースやゲノム情報の統合化ということが、ビッグデータや AI 時代の研究の鍵を握るということで、まだまだちょっと私の努力が足りてないんですけれども、これからもっと活用していただけるように今日、皆さんに伝えたかったことは、情報をもうちょっと集めていろいろ活用していきたいなっていうことです。で、最後に遺伝研っていうのは、今日お越しいただきましたけれども、リソースやゲノムから情報まで幅広く研究を支えることをやっているということで、そういった目で今日遺伝研の中を回っていただけるといいかなというふうに思います。で、最後にお礼になりますけれども、今日すごい天気が良かったにもかかわりませず、こちらに来ていただいた皆様本当にありがとうございました。で、日々実感してますのは、遺伝研の仕事っていうのはこの地域の三島だけじゃなくて沼津、元ちょっとこの地域の人の、皆様に直接的または間接的に支えていただいていただいているなということを日々実感して仕事をさせていただいています。本当に、感謝しております。
ありがとうございました。